皆さんこんにちは、神田大崎です。本日は奈良市四条寺にございますファミリーさんにおすすめ物件のご紹介となっております。まずこちらが玄関のスペースとなっております。こちらにはですね、このように上下にシューズボックスついておりまして、はい、上にですねご家族分の靴をしっかりと収納がしていただけるようになっております。そしてまずこちらが、大変広々としておりますリビングのスペースとなっております。東向きに、窓が2つございまして、とってもね、明るい室内となっております。バルコニーの方もゆったりと、しておりますので、こんな感じでですね、お洗濯も物もたくさん干していただけるようになっております。またね、こちら紺色のアクセントクロスがとっても、おしゃれな印象ですね。これだけ広さがありますので、ダイニングテーブルやソファーなんかも一緒に配置していただけるようになっております。またキッチンのカウンターの下の方にはこちら、飾り棚もございますので、おしゃれにね小物を飾っていただいたり、収納としても使っていただけます。まあ、人気のねカウンタータイプのキッチンということで、内側の方はこちら黄色のパネルのとっても爽やかなキッチンとなっております。収納もですね大変充実しておりまして、こういう形で引き出しなどもついておりますので、とても使いやすいキッチンとなっております。こちらにはお好みのコンロを置いていただけるようになっておりまして、上のねレンジフードもとても大きなものがついております。また、こちらカラーのモニター付きのインターホンもついておりますので、しっかりとお顔を確認してご対応ができるようになっております。そしてこちらはですねお手洗いとなっております。こちらウォシュレット付きのとてもね清潔感のあるお手洗いとなっております。お部屋の方1つ目、まずこちらの、洋室のお部屋となっております。はい、こちらにはですね、大変たっぷりとした、収納がついております。こういう形の、クローゼット収納がついております。そしてこちらがですね、洗面スペースとなっております。まず、こちらがですねシャンプードレッサー付きの、ホワイトな独立の洗面台ですね。でこちら脱衣スペースになっておりまして、洗濯機の方はこちらに置いていただけるようになっております。奥が浴室となっておりまして、こちら足を伸ばしてご入浴いただける大変大きな浴槽が入っております。パネルもですね、大理石風のとてもおしゃれな内装になっております。上には浴室乾燥ございまして、しっかりとねお洗濯物もかけていただけるようになっております。こちらのボタンで調節がしていただけますね。さらにもう一つお部屋がございまして、先ほどと同じね大きさの洋室のお部屋となっております。こちらにはですね収納2つ大きなものがついておりまして、こちらの半減分の押し入れタイプの収納でですね、こちらハンガータイプの付いたデコレート収納がついております。24号線などにも大変出やすい位置となっておりますので、ぜひ、そのあたりもご検討に入れていただければと思います。詳細につきましては弊社のホームページの方でご確認ください。奈良のもてなし奈良心賃貸大崎では皆様のお家探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。奈良のもてなし奈良心賃貸大崎では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなどさまざまなサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。